1590回始めます。9月18日、はい、です。早いですね。9月ももう終わりそうですよ。下旬に、あ、中旬かまだ。うん。後半戦ですね、9月もね。1590回、ラーメン屋さんの倒産がね、前年同期比 3.5 倍に急増っていうことで、ラーメン屋さん、ね、あの、中小零細の特にラーメン屋さんがね、どんどん潰れてって、ということで、あのコロナが明けてね、5類に移行されたっていうのにね、どんどん、うん、まあラーメン屋さんだけじゃないですよ。建設関係の会社もそうですけど、ね、コロナが明けたっていうのにね、どん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 倒産が続いてるってことですね。コロナが明けたからっていいわけでもないっていうことですね。はい、うん、まあ食材価格の高騰、光熱費高騰で、これが痛いっていうことですかね。うん、TSR ですね、東京商工リサーチ、ここの調べですね、2023年1月から8月、ラーメン店の倒産動向っていう調査でね、前年同期 3.5 倍と大幅に増えたと、負債1000万円以上 の倒産ね、うん、これ28件みたいですけども、うん、で、ざーっと載ってます。うん、2023年に入ると、コロナ関連支援の、そうですね、コロナ関連支援の縮小、終了に加えて、食材価格、光熱費の高騰、人件費の上昇が深刻さを増し、うん、それまでとは様相が、急激に変わってしまったと。ラーメン屋さんの倒産は急増に転じているということでね、はい。主にね、資本金別では1000万円未満が26件と9割、ね、資本金1000万円未満、うん、まあ、小規模のね、個人でやってるようなところがどん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 ね、今倒産の浮き目に遭ってるってことですね、はい、ということです。まあまあざっくりしすぎなんですけどね、うん、ラーメン屋さんの倒産は体力に乏しい小零細規模が中心で、物価高や、人件費上昇により収益悪化の影響が深刻さを増していると。地区別では西日本の方がね、倒産件数比較的多いみたいですよってことを書いてます。私ね、個人的なこと言ったらラーメン大好きなんだけども、ラーメン屋さんってあんまり行かなくなりましたね。うん、もともと行かない方だけど行かなくなってきたね。やっぱりちょっと外食、ラーメンに限らず全般高いですよ。うん、ラーメンだってどうだろう、ニューヨークとかだったらね、もう3000円とかですよ、一杯。うん、高いところだとね、うん、まあ2、3000円はかかるんじゃないですか、安くたって、2000円ぐらいはかかると思いますよ。うん、ね、15ドルとかね、かかりますから。それに比べると日本まだね、安いんだけれども、ラーメンは一杯やっぱりね、うん、まあ500円とは言わないまでも700円ぐらいまでにしてほしいな。今結構ラーメン屋さんも、ね、高いからね、うん、本当に上がっちゃって、物価も上がっちゃったし、人件費も上がっちゃったし、あの電気代も上がっちゃったしっていうことで、だから高くなってるね。なかなかいけないね、ラーメンね。うん、外食産業ね、きついと思いますけど、皆さんね、ね、そうなの、これね、コロナが明けてね、いろんなね、支援策もう終わったからね。で、いわゆるゼロゼロ融資ね、うん、無担保、無保証の、うん、ね、貸付もね、これの返済も始まってると思うんでね、それも効いてるんだと思いますよ。はい、ということで、ラーメン屋さんが今全国各地でね、どん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 ね、苦しくなってね、小規模のところから倒産していってるっていうお話しました。ありがとうございます。うわ、眠くなってきた。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。